来はりましたな。あいつは、リュウジはどこに行きやがった。あいつについて良くない噂を聞いたぜ。エデンでハッカーを借りまくってるとかなんとか。何があったか直接聞きに来た。あいつの居所教えな。じゃなきゃ逮捕すんぞ俺。こいつさっきからずっとこの調子や。話がややこしくなって構わへん。お前こそどこの誰だよ。警察の邪魔すると職質すんぞ。ああ嫌やわ。こんなとこで油入れるくらいにおまわりはんは暇なんやな。東京のあっちこっちがえらいことになってるように見えるわ。あっちの勘違いやったようやわ。いちいち嫌味な言い方しやがって。言われなくてもこれだって立派な仕事なんだよ。店では静かにして、おばさんたち。誰がおばさんだ。わ、私じゃないよ。エリカが言ったんだよ。なんだお前、可愛いもん連れたりくっつけたりしやがって。そのぬいぐるみどこで買ったんだ。こら、根掘り葉掘り聞かせてもらうぞ。わけのわからん絡み方はやめなはれ。話がちーとも進まへん。これはリュウジの妹や。あいつの妹？アンさんときちんと話すんは初めてやな。このモブ顔から話は聞いてますやろ。リュウジを捕まえるのに協力してもらいますよ。分かってよ。私も参加する。お兄ちゃんはこのままにはしておけないもん。そら話が早くて助かりますわ。おい、いまいちついていけねえんだろ。つまりお前らはリュウジをとっちめるために集まったってのか。それなら私にも一枚かませな。うちは又吉さんからあいつのことを頼まれたんだ。あいつが自分を見失ってるんなら助けるのが私の役目だ。警察の助けなんかいりまへんわ。知り合いの知り合いは引っ込んでなはれ。これは身内だけの問題です。身内？まさかお前キュウジのあんなのか。はぁ、何きっこい勘違いしてくれてますの。ハッカーチーム言う意味の身内や。あっちには、ユウゴハンという心に決めたお人がおるんや。もう一度言うたら、しばき通します。誰がヤンキーだこれ。紛らわしい言い方したのてめえだろうが。本当にこのメンバーでお兄ちゃんを追うのは不安しかないんだけど。待ちかて、警察と組むのなんてごめんやけど、時間があらへん。足引っ張らんと約束するなら使ってやらないこともありまへんで。誰が足引っ張るか。現役の刑事なめんなよ。さっさと作戦教えな。話はそれからだ。計画の要はこっちでリュウジを捕まえることや。そのためにはまずエデンであの男を捕まえる。妹班にはバッチと一緒にエデンに行き、アンさんがログインスポットを割り出したら、私とこいつでそれを受け取ってリュウジをとっちめるってわけだな。いいじゃねえか、任せな。
これは二度と使えない計画や。必ずリュウジを捕まえなあきまへんで。心配すんなよ。よっしゃ、そうと決まればさっさと始めようぜ。おいお前、リュウジの射程は私の射程だ。面倒見てやっからよ、ついてきな。やれやれ、ほんにお上品なおなごですな。勝手に会に終わらせて勝手に行ってしまいましたわ。しかしアンさん、覚悟はえんか。兄さんと戦うことになるんどすよ。おばさんには関係ないよ。あのね、実はあれでとっても感謝してるの。協力してくれるって聞いてから後でお礼しなきゃってずっと考えてたし。マムも。うぅ、まったく面倒なおなごばっかりやな。夕ご飯が恋しくなるわ。こっちは位置についたぜ。いつでも始めな。あちらさんは準備できたみたいですね。やれよ、警察とつるむなんて。バッチも焼きが回りましたな。で、対象の動きは。
ますかいな。こっから先へは通しまへんへ。エデンでこれだけ好き勝手しておいて、わしらに挨拶もなしとは。フーリエのリーダーともあろう男が、随分らしくない真似してくれとるやないの。なあ、リュウジさん。おやまあ、だんまりとは、いけずだな。兄ちゃん、私、妹相手のその態度かな。下がり。このほんまにどうにかしてしもうたみたいな。アンさんはアンさんの役目を果たしなはれ。俺の邪魔をするな。が、ロートルとはいえ元レジェント、簡単には倒せまへんな。こりゃ長期戦はきついで。守備はどうや。
待って、もう少しで。この座標をあの子に伝えて。分かったよ、エリカ。急いで。さて、あとは足止めに徹するのみ。やな。お待たせ。リュウジの位置情報を捉えたよ。急いで。足止めは長く持たないって。この場所なら近いな。急ぐぞ、ついてこい。攻撃が止まった。どうしたんや。消えた。おい、お前が送った位置にいたの、リュウジじゃなかったぜ。どういうことだ。私たちの動き、お兄ちゃんには全部見透かされてたんだ。作戦は失敗。エデンにいたのもリュウジじゃなかったみてえだ。じゃあ本物はどこにいるってんだ。こいつのことは私に任せて、さっさと店に戻りな。これはただの刑事の勘だがな、嫌な予感がする。早く仲間と合流した方がいいぜ。エデンで戦ったリュウジはダミーで、ログインスポットにいたハッカーも何かに操られていた。これもリュウジの新しいデジモの力なんか。なんつーデタラメな。でもそこまでやるなんておかしいよ。どういうことや。私たちの追跡を巻くだけにしては手が凝りすぎてる。いつからそこに。俺の狙いは最初からお前だ、フェイ。お兄ちゃん。そりゃまた何とも面白い話どすな。わけだと。千歳がエデン症候群になったのは誰のせいだ。千歳だけじゃない、お前たちのせいで。アンダーゼロでたくさんのハッカーが犠牲になった。その罪は償ってもらう。まずはナンバー2のお前、次はユーゴだ。間違え取ったら堪忍な。今とんでもないことが聞こえた気すんのやけど。ザクソンは俺が消す。よう言うたわ。待って、お兄ちゃんやめて。千歳は私が何とかするから。今エデン症候群を治す方法を探してるの。神城の研究員が私に資料をくれて。お前に何ができる。みんなお前のために。エリカ、お前の。お前エリカ、お
前のせいで、お前のせいで皆消える。親父もおふくろも仲間もお前も。なんでなんだよ。しばらくになって治療法を探して必死で働いて、絶対に頭を下げちゃいけない奴に頭を下げて、汚い仕事でダチまで裏切って、そうまでしたのに、なんでお前は治んねんだよ。なんで俺より先に死ぬんだよ。なんでいつも俺が置いていかれなきゃならねえんだよ。全部お前のせいだ。お前さえいなければ。そうだよ、お兄ちゃんの苦しみは、悲しみは、痛みは全部私のせい。ごめんお兄ちゃん、私にはお兄ちゃんを助けてあげられない。リカけど大丈夫、私が何とかする。お兄ちゃんの居場所は私が取り戻す。だからもう苦しまないで。ごちゃごちゃうるさいわ。わっちをこれだけ怒らせておいて、仲良く兄弟喧嘩のすか。ずいぶん舐められたもんやな。待って、お兄ちゃんと話をさせて。飽きまへんわ。その男はあっちの前で一番言うたらあかんことを言うた。ユーゴさんに手出す。その間のことこのあっちが許すと思っとるんか。闇のやり方で済むと思うたら大間違いとせ。やめて。アンさんとすか、みっともない姿見られてしまいましたな。リュウジの妹はどないした？タイガー・ベスパモンの力を借りて店の倒壊からはなんとか守ったんですが、その特別治療室で治療を？
怪我はしとらんと思うだが。こうか、確か妙な病気を抱えとるんやったな。フーディへの倒壊な。あれはリュウジの仕業や。あいつの狙いはわっちやった。わっちがあかんかった。ユーゴハの名前を出されて血が昇ってしもうて、話もよう聞かずに攻撃してしもうたんだ。そんであの男のデジモンが急激に進化を始めた。しまいました。ユウ、でもこの顔なので大丈夫ですよね、フェイ。もうそんなこと言うて、ほんといけずやわ。お久しぶりです。彼女をあまり責めないであげてください。三島隆二の暴走はアンダーゼロで岸辺理恵の企みを阻止できなかった私に、ザクソンを代表して謝罪します。ごめんなさい、まだ気づいていらっしゃらなかったんですね。ザクソンのユーゴは私なんです。カミシロを内外から守るために、関係者としての顔と一人のハッカーとしての顔を使い分けていたんです。アバランサーバの件ではお世話になりました。あまり深く考えないでください。今の私はオムライスをご一緒した上白優子です。お詫びと言ってはなんですが、三島エリカさんの件に関しては心配しないでください。私の方で継続して治療を受けられるよう取り計らっておきました。今私は上城の社長代行のような立場にあって、ある程度の権限の行使が許されているんです。聞きました、彼女の特殊な病気のこと。そのために岸辺理恵と三島隆二との間に密約があったことも。人の命を計りにかけて汚れ仕事をさせるなんて絶対に許されることじゃありません。上城にいながらあの人の悪行に気づくことができず、本当にすみませんでした。これはそのわずかながらの罪滅ぼしです。ユーコハは悪うない。岸辺はユーゴのアバターを使って
優子の行動すら自分に都合がいいように操っていたんや。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。つまらったら必ずわっちの手でズタボロにしたるわ。ありがとう、エイ。でも今は怪我の治療に専念してください。あなたが後ろにいてくれないとなんだか落ち着きませんから。ユコハン、二人はどういう関係なのかですか。何妙なことを聞いてはるんや。わっちの言うご飯はただの、ただの、その、そうですね、改めて聞かれると私も適切な言葉が見つかりません。あなたはどう思いますか。私の使命なんです。それにリエさんの手のひらの上で踊らされていたとはいえ、遊具として関係を築いたあなたたちも今では大切な仲間。岸辺リエのことはあとは私に任せてもらえませんか。彼女は私の大切な場所や人をたくさん傷つけました。だから私が自分の手で決着をつけたいんです。彼女の野望はまだ続いています。東京を襲う怪現象は全て彼女が仕組んだもの。このままではとんでもないことになる。でもそんなこと絶対にさせません。私が、いえ、ありがとうございます。すべて解決したら
またオムライスご一緒してくださいね。エリカ、全然目を覚まさないの。ずっと治療を受けてなかったのもあるだろうけど、やっぱりリュウジのことがショックだったんだろうね。ねえ、私たちこれからどうする？うん、そうだね。エリカだって目を覚ましていたらきっとそうするよね。よーし、そうと決まればくよくよしていられないね。まずは新しい拠点を作らないと。この病室、ネット環境が揃ってるし、PC があれば仮の拠点にはなるんじゃないかな。どこかで買ってくれば？エリカは私が見ているから。